進化する最新カーアクセサリーを厳選して紹介している投コーナー。今回はスマホや車内電送品の、給電・充電をサポートする電源アイテムを3つピックアップする。しかもそれぞれアルファの機能を有したスペシャル機。各品の利点とは、まずはこちら。菓村、菓子村から発売されている。 FM トランスミッター USB フルバンド2ポート KD250 価格オープン実製価格2480円前後から紹介しよう。当機は実は電源アイテムというよりむしろ、給電充電用の USB ポートも備えた Bluetooth 対応の FM トランスミッターだ。 愛車のメインユニットが Bluetooth に非対応であれば、陶器を使えばスマホの無線接続が可能となる。これとスマホが Bluetooth で接続され、陶器とメインユニットは FM 電波でガル。なお陶器は車両の USB ポートにダイレクトに接続して使用する。しかし陶器には USB ポートが二口装備されているので、ポートの増設も可能だ。 また、陶器の USB 端子部分は回転式なので、様々な車種にて使いやすい。イコライザー機能も搭載し、ノーマルと重低音の切り替えも可能だ。ついでは、セイワは、セイは、から。リリースされている DC パワープラグ CAPD30WF340。価格、オープン、実勢価格、 4480円前後を取り上げる。まず陶器は電圧電流表示機能を備えていることが最大の特徴。これを使うことで車両のメインバッテリーの状態をチェックでき、さらには充電時の供給アンペア数も確認できる。また陶器は急速充電にも対応する。タイプ C ポートでは最大 30W。 タイプ A ポートでは最大 18W の充電を実行可能だ。また、筐体は高品位なアルミ製。見た目も静観でかつ手にした時の満足度も高い。そしてコンパクトであることもストロングポイント。シガーソケットに挿した時の本体の出っ張りが最小限に抑えられている。USB ポートの増設を考えていたドライバーは、 陶器にも要注目。もう一つ、カシムラの。2連ダイレクトソケットに USB4.8A レインボーライト付き、KX235。価格、オープン、実製価格2180円前後をお見せしよう。当品は、シガーソケットを二口。そして USB ポートを二口備えた給電充電アイテムだ。 車内で様々な後付けの。伝送品を使っているドライバーに特におすすめの一品。で、盗品はドレスアップアイテムとしても機能する。7色プラス白色発光レインボー LED を内蔵し、ボタン操作で自動変化、単色発光を選択できる。使い勝手が良いことも特徴。 上下どちらの向きでもさせるリバーシブル USB ポートが採用されていて、自動識別 IC も内蔵する。最大90度4段階で調節可能な首振り機構も有している。12V、24V の両方に対応していることも嬉しいポイントだ。今回は以上だ。次回以降も一工夫が盛り込まれた秀逸なカーアクセサリーを紹介予定だ。 お楽しみに、記事中の価格はすべて税込み。実勢価格は編集部調べ。